Santa Gaetano, sunny days Peso. アフターコロナの高遠山で。ニーナンザグライダーのサニーデイスペシャル、アフターコロナの高遠山で。さあ始まりました、福岡天神 FM 局コミテンと YouTube みなぐらチャンネルをネットした音楽番組サニーデイスペシャルエピソード3。はい、3回目ですよ。はい、3回目ですね。前回なかなか、そうですね、神回と呼ばれて好評で、はい、はい、調子に乗ってギターを抱えて、はい、またやってみたいと思います、はい、お相手は私ミーナンザグライダーのヒデとボーカルのミーナでお送りします。世間は相変わらずのコロナ禍でございますが、ライブに行きたい、フェスに参加したい、そういった皆さんもとても多いと思います、ただね、本当長い年月をかけてつながるロックミュージックの灯火なくすわけにはまいりません。再び灯されるその日まで、そんな新しい時代に向けてのみなぐらサニーデイスペシャル、どうぞお楽しみください。はい、ラジオの方も YouTube の方も最後までお付き合いよろしくお願いします。ミーナンザグライダーのサニーデイスペシャルエピソード3ということで、本日は何を紹介しましょう。はい、去年リリースしたアルバムチャンスから、はい、セカンドアルバムですね、はい、はい、白夜という曲を紹介したいと思います。白夜ね、はい、いや実はね、俺自身ですね、ロック人生個人的にですね、はい、とても思い入れ深い曲なんですよ。そうなんですね。ミーナは？私はですね、歌詞、ヒデが曲を作って、はい、いつもですね、で私が歌詞を作らせていただいてるんですけど、パターンですね、ゴールデン黄金パターンですね。でですね、はい、この歌詞は、そうですね、夜の太陽、うん、まあ、白夜やけね、本当、暮れない夜、明けない、あ、なんや、とにかく明るい夜よね。そうですね、はい、で、お昼の月、はい、あ、両方引っかかってんだ。そうですね、うんうんうん、で、その白夜は見たことないんですけど、まあ南極か北極か分からんけど、うん、ね、でも見てみたい、いかね、あれ見えない、見えない、貴重な、はい、そう、でもお昼の月は、うん、見えますね。ああ、日本でも見える、うん、そうですね、あ、俺部屋から見える、はい、うっすら白い月がですね、はいはいはい、それがとっても幻想的で、うん、なんか愛おしく思うというかそこまで思うんや。いや、宇宙ってなんか素晴らしいなっていう、まあね、白夜もそうやけどね、うん、我々こう生活エリア、で手一杯やん、みんな、毎日の生活 で、俺もそうやけど、うん、みんなそうやん、うん、だけどちょっと視点を変えて、そういう、まあ、オーロラだとかね、白夜とかね、世界にはそういうこう、うんうん、自然のね、そういう芸術的な、そういうのを、まあいろいろ個人的なさ、まあ、愛を語ろうみたいな最後も話になるんやけど、うん、そうです、そうです、置き換えた感じの歌詞だということやね。そうですね、うん、そういう愛おしい、うん、幻想的なものっていうのがこう心を感動させるというんですかね。なるほどね。そういう素晴らしさを表現したかったです ね、 なるほどね。今の世の中ね、うん、本当にネットをつなげば、本当に白夜の風景だとか、はい、うん、本当オーロラの風景とか気軽に見えるじゃないですか、うん、ただその音楽の中にはそういう映像というのはないけど、うん、音を聞くことによって、なんかイメージで、なんか感じてもらうというのはすごいリアルよりもリアルに感じることってあって、うん、俺もずっとね東京いた頃、当時まだインターネットとかあまり、まあ、初めの時代であまりない時代、俺探しましたもん。何ですか？若戸橋の写真東京で？東京で、高戸山の写真と若戸橋の写真探しましたもん。ちょっと郷愁な、寂しくなって、寂しいというよりなんか懐かしい
ね、気持ちになった時に、あのネットがまだ始まったばかり90年代ぐらいですよ。あの若田氏の写真ないかなとか思って探したりもしたりね。だからそういうなんかこう、リアルなものより、深い映像とか、映像って心の中の映像ね、そういうのってすごい印象的なんですよ。でそれが、まあ、この曲においてはミーナは、まあ、白夜。そうですね、うん、それともう一つ言えば、まあそういうまさかみたいな、うん、そういうこう当たり前じゃないところ、非常識、非常、あ、まあ非日常とかね、非常識、非常識はまあ俺だけでいいんやけど、いや非日常ね、いや私もなんです、はいはい、で非日常なものがなんかこうときめかされて、その自由というところにもつなげたい、そこで自由を感じると、はい、まあ、目標は私は自由人になりたいっていう日あの非常識だわそれ、はい、いや変わった人変わった人でいいんですけど、非常識だ、そう変わった人で自由人っていうのを目標に、はい、なるほどね、まあ、けどよくわかりますよ、うん、それをまあある意味曲に込めたと、そう、それがチャンスに入ってるという、そうですね、味噌ですね、そうですね、はい、そういう、それがしかも1曲目ですからねこれね、うん、押し押し、ぜひあの、はい、チャンスお買い求めください。俺の場合ね、ほんとね、まあ単純と言ったらおかしいけどね、でずーっと、まあ中学の頃、まあ小学校後半でロックというか音楽をラジオで聞き出して、うん、その頃はまだビートルズとかね、うん、ストーンズとか、要するにイギリスもブリティッシュインベンジョン真っ最中というか後半ですけどね、うん、それがロックだってずっと思ってきて、うん、本当キックス、スモールフェイセス、ね、うん、フーニーとかそういう、音楽に打たれたわけですよ、うん、で、そういう方々ってね、先週言ったけどね、やっぱブルースロック、ブルースロック、いわゆる、ブラックミュージック、うん、をルーツとしてたわけじゃないですか、うん、で、中学ぐらいから、楽曲作り出して、本当もうギター弾きながらペロンペロン弾きながら曲作り出して、うん、なかなか、壁があったわけですよ、フォークソングの壁があったわけですよ。あ、その時代フォークソング当時みんなね、ギター持ってね、学校に行ったりとかね、ラジオからは結構ロックミュージック聴けてたけど、テレビからは歌謡曲とフォークソング、うん、まあ、もちろん演歌もあったけどね、うん、そういう壁がずっとあったんですよ、うん、何を作っても、フォークソングになってしまう、まだロックの聞き込みが足りないなと思ってて、うん、ロックらしいそういうブラックミュージックというか、はい、リズム&ブルースやね、はい、16ビートのノリっていうのを、はい、なんか表現した曲が ものすごく好きで、うん、そこに近づきたいと思っていろいろ試行錯誤、何曲作ったかみたいな、当然発表してきた曲も多々あるんですけど、うん、そんな中高生時代の夢が、うん、叶った曲が実は白夜なんですよ。おー、素晴らしい、ね、いろんなものを詰め込む歴史が、まあ、例えばね、例えばちょっとギターはちょっともうこう恒例になってますけどね、スティービーワンダーの名シーンってあるんですね、こういうこれを、ジェフ・ベックが、ロック風にやったとかね、こういうタイプですよ。こういうタイプの曲が、あって、で80年代俺ね、東京で、なんか日本のロックを変えたぜぐらいな勢いでやってたりもしたけど、この壁だけは崩せないと思ってた矢先で、90年代初めこういう曲を耳にしたんですよ。レニー・クラヴィッツ、 Are you gonna go my way。 いや俺が言うのもなんなんですけど、先越された感がすごいあって、やられた感があって、で、チャンスというアルバムを作るにあたって、ついに来たんですよ。ああ、このリフが
あもうこれでちょっとなんか、俺的には、なんていうかな、求めてたものが、完成した感をすごい感じて、なので思い入れ深い曲ということで、お分かりいただけたでしょうかっていう。はい、ありがとうございます。ちょっと何度もね、限られた時間の中というのもあるしね、そうですね、いろいろ難しいんですけどね。ただ、要はね、こういうコロナ禍において、本当にライブやりたいね、高手までライブやりたいって思うけど、それができない今、はい、なんかね、そういうなんかこう自分だけのテーマ、目標やったり夢とかね、それの答えを出す時なんじゃねっていうのをすごい思うわけですよ。まあ考える時間とかですね、想像する時間とかいろいろ今いっぱいありますね。いろいろ自分の中の問題を解決したりね、そう、目標を達成したりするには今最適な時期なので、制作時間がそうない、あ、いっぱいですね。で、そこに達成する過程がものすごく楽しいよ。本当にそうですね。音楽って音楽って結構一人で、一人になりたい時間っていうか孤独がならなきゃできないしね。そうそうそう、楽器とかも一人でやっぱり練習するし、一人になりたい時間っていうのがすごく逆に貴重だったりとかね。だから本当にもう家にいなさいって世の中が言ってる時だから、そこを生かさないと。そうですね、はい、まあいろんなものを吸収して、いきたい時間ですね。でアフターコロナの、はい、高田山で、それをわーっとやりましょうっていう、そんな感じで今日は締めたいと思いますけど、それでは曲紹介お願いします。はい、ミーナンザグライダーで白夜。サニーデイ、グッバイ。ありがとうございます。